お父さん、お母さん、見て、テストで100点取れたよ。嬉しい。次もいい点取れるようにもっと頑張るね。ただいま。ああ、今日のご飯も美味しそう。いただきます。数学と、あと作文が出てるよ。将来の夢について書くんだ。あのね、私、看護師になりたいの。病気で困ってる人の役に立ちたくて。でも私、いろいろ考えてくれてありがとう、お父さん、お母さん。私、頑張るね。お父さんとお母さんが応援してくれるなら、きっと、その方がいいんだよね。その方が、喜んでくれるよね。私も行きた。そうです。ありがとうございます。今まで以上に勉強頑張ります。はい。慣れるって決まったわけじゃないから。でも向いてるって言ってもらえて嬉しいな。みんな笑ってくれてる。みんなが喜んでくれるならやっぱりこれで合ってたんだよね。お父さんもお母さんもクラスの友達も先生もみんな喜んでくれるならこれで。
ありがとう、お母さん。休憩しようかな。このケーキ、あんまり味がしない。美味しいのかな。でも、お母さんが美味しいって言ってたから、美味しいんだろうな。でも、ケーキだけじゃない。レストランの料理も、お母さんの料理も、最近味がしない。気にしすぎかな。気分転換に好きなことでも。あれ？私、何が好きだったんだっけ？変だな。勉強ばっかりで疲れてるのかな、私。そうだ、昨日みんなに教えてもらった曲、聴いてみなくちゃ。すごく明るくて楽しい曲。楽しい曲、なんだろうな。私は何が好きだった、何がしたかった、私はどこにいるの。探しても探しても、曲を作っても作っても、結局見つからなかった。もう、いいよね、ミク。最近、真冬がミクのために天気予報を気にしてるみたい。雪、降るといいな。
丈夫だったみたい。よかった。